稲垣、宮澤という2人です。札幌はここまで勝ち得点が31というのがリーグトップ。2023 J1 リーグ第15節対峙したのは札幌岡村大八です。岡村選手とユンカマッチアップしましたけど、はい、このゲームはやっぱ多くなりますよね、そこでどちらが起点を作るか、まあ、作らせない。さあ裏にユンカーが抜けてくる。ユンカー1対1決まった。前半30秒にならないところ名古屋先制1対0キャスパーユンカー今シーズン8ゴール目ファーストチャンス。この米本選手が粘ってここの長い選手をワンタッチで背後逃げてましたし、コントロールからの得意の左足に持っていきながらボールを現在つないでいるのが赤と黒の縦島。ホーム北海道コンサドーレ札幌、縦に送って小柏対中谷。小柏切り返して浅野が落として後ろから小前右に送って金子のシュート。ここはランギラックサイドで起点作ってここから中浅野選手がうまくキープして小前選手からダイレクト追ってくれると、はい、早いですしね。長井はここはチャンスになるぞ。左の森下、いや見てましたね。クロスマテウス今シーズン2ゴール目見事に左足突き刺しました。日本代表初招集の森下からのクロス。森下選手ここ、はい、マイナスですよね。ペースが入りすぎずスペースで待ってたんですよね。そこを見逃さずしっかりといいボール入れてルーカス・フェルナンデス中に入れて中村東也クロスは対角に行きました。金子拓郎ペナルティーエリアの中細かいスペースからシュートを打った。左のアウト。宮澤浅野ワンタッチで深い絡んで小柏の前、小柏が中に入れる。金子拓郎決まった。今シーズン5点目札幌1点返しました。さあサポーターを鼓舞します。自らを鼓舞します。残り5分少々あと1点札幌。見事な崩しですよね。ワンタッチワンタッチ入ってここで小柏選手仕掛けながらよく見てましたしね。ゴールライン割ってゴールキックまだ笛は鳴らない。そしてここで長い笛試合終了。選手たちがピッチに倒れ込みます。アウェー名古屋グランパスこの北海道の舞台で。